そう、買い出しに付き合ってよ。一緒なら安心だね。次どこだっけ？まで進んだかな。どんどん進もうぜ。どこに行こうかな。やってやるぜ。って感じか。はい、それって私のこと？ちょっと聞き捨てならないんですけど。っていうか学校が行くのあったり。いいから早くご飯食べちゃってよ。私まで遅刻しちゃうし。うわっ、朝から山盛りカルボナーラ。でもうめえ。てかすんげえうめえ。マジか。うわ、うますぎんだろ。ありがとう。私料理だけは自信があるんだよね。あ、もうこんな時間。先に学校行ってるからね。ちょい待ち、俺とミッチーが先に出るから。昨日閉めた奴らが待ち伏せしてっかもしんねえし、ルナを巻き込んじまったらやべえだろ。なんも。ガッサーさん、邪魔。朝のウォーミングアップと行くか。見てなよ女の子たち。ファイトよ、ランマ。やっ、
応援どうもね。あ、これいただき。盛り上がってる。さっさと行こうぜ。とことん行くぜ。ダメ。うらっしゃれ。うらっしゃれ。うらっとけ。うらっしゃれ。ハンマーラッシュ。一斉場を通るなよ。すごいな。負けないで。くらえや、くらえや。うっ、うっ、これでどうだ。マジでいい男ね。モテてるぜ。俺はさっぱりからモテてる。そうだな、そうだな、よかったな。じゃあほら、さっさと学校行くぞ。ちょっと待て、女の子たちと自撮りすっから、スマホで。はあ？そんなんいいだろう。よかねえって。俺、スマホに女の子との自撮り入れるのが夢なんだよ。それで待ち受けにすんのか。さすがミッチ、分かってんじゃねえか。人生にはモテる時期が3回だけ来るってバリバリロードにも書いてあったじゃねえか。バリバリロードは日本で一番売れているヤンキー雑誌だ。ランマたちはコンビニでよく立ち読みする。発行部数10,000部。ここに着いた初日にモテたよな。昨日恨みしてモテたのが2回目。つまり今この瞬間が俺にとっての3回目、ラストチャンスってやつなんだよ。いやいや、この島でなら強けりゃいくらでもモテんだろう。でもそれまだ確実じゃねえし、ただの偶然かもしれないし。でマジでモテモテタイムが3回で終わりだったら俺泣くし。つっか、めんどくせえから無理やり引っ張っていくぞ。じゃ、やだ、やめろよ。恨むぞ、恨むからな、ミッチ。やっぱかっこ悪い。うん、間違いなく。でもかっこ悪いのにどうしてこんなにドキドキするの。大したことねえな。バッチリ。Wow.
私がいるよ、ランマ。どこまで進んだかな。やってやるぜ。私も行く。てめえこら白石、誰が焼きそばパン買ってこいって言った。でも小柳さんがさっき焼きそばパンって。白石、兄貴はクリームパンと言っていた。心の中でな。そんな無茶な。察しろや俺様のハートをよ。もっと感じ取れや白石。バカなこと言ってんじゃねえよ、うん、焼きそばパンもクリームパンもどっちもうめえ。そんでいいじゃねえ。意味がわかんねえぞランマ。そっか、コンビニの前で食べる菓子パンは超やべえじゃん。この間は気づかなかったが、やっぱりお前らランマとミチルだろ。なーにー、ランマとミチルって、あのあれか、あれだよ、あれか。あ、俺らのこと知ってんのか。とぼけやがって。お前らとはガキの頃散々やり合った仲だろうが。噛みしろ桜井、忘れるわけねえよな。ああ、覚えてる覚えてる。一郎君と二郎君だっけ。なすれおくれ、聖夜と純夜で小柳兄弟だろうが。ああ、そんなんいたような気もすんな。今の今まで忘れてたけど。よし、こきやがってこのダボクソが。おめえら血まつるぞこら。さあ、モテでやるぜ。ファイトよ、ランマ。あら、
せる。すげえバテてきた。そうヘッドの時間だぜ。じゃあしゃあねえな。上白桜井、今日はここまでにしたら。あ、うっせえな。じゃあ地元の先輩に呼び出し食らったんだよ。次に会う時がお前らの最後だ。このままじゃ済まさねえからな。何なんだよあいつら。あのありがとうございました。なあ、さっきの焼きそばパンの白石くんだっけ。はい、助けてくれてありがとうございました。まあそれはいいんだけどよ、白石くん、なんで自分でやんないわけ。え、てか白石くん、余裕であいつらとやれるだろ。細身だけど鍛えてるの分かるし。僕は暴力が苦手なので、体を鍛えてるのも健康のためというか。俺もモテねえんなら喧嘩なんかしたくねえし。まあ気持ちはわかるけどな。でもよ、やるときはやんねえと。男だったらな。はい、ざっとこんなもんだな。方にはマジで感謝だな。今日もためになる話聞かせてもらったぜ。長屋のジジババたち元気そうだったな。あれならまだしばらくはくたばんないだろう。ジュニア、縁起でもねえこと言うんじゃねえ。先輩方は俺たちの親代わりだろうが。そうだよな、ジジババたちはガキの頃からずっと俺たちの味方だった。俺様たちの改造チャリをすげえって言ってくれたのは先輩方たちだけだったしよ。兄貴、早くジジババに楽させてやりたいな。楽にさせるとかふざけてんのか。おら、ジジババはあの世に生かす気かよ。そういう意味じゃねえって。うまいもんとかたらふく食わせたいってことだよ。ほう、分かってんじゃねえか純也。それこそが俺様たちの野望ってやつだな。そのためにはもっと強くならねえと。もっともっと多くの奴らをぶっ飛ばす必要がある。てめこらそこのヤンキーども、喧嘩売ったのか、買うぞこら。
兄貴はいつだって行動が早いや。ど根性見せたら。
この島のトップは九条ムクロだ。そしてその九条には娘がいる。兄貴、それがどういうことかわかるか。なんだこれ、謎謎が。ヒント出せよヒント。この島は強い奴が持てる。ということは俺たちでも九条の娘をものにできるってわけだ。おお、わかったぜ。そんで九条の後取りになるってわけか。兄貴にしては察しがいいな。九条の娘は俺らの学校にいる。そこでランマたちをぶちのめせば、九条の娘は俺たちに惚れる。まず間違いなく。うわ、じゃあ早速決着つかに行くぜ。待ってろよ、神代桜井。小柳伝説の始まりだ。